お姉さん、窓開けっぱなしだよ。閉めて。ん？開けっぱ？開けっぱ。スリッパ？スキッパ？何やってんのそれ。つまり開けたままってこと。ああ。でも今写真撮ってるから明るくないとさ、全然漏れないじゃん。làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình đó. 皆さん、話の意味を知っていますか？この単語は N2 ですが、日本人がよく使うので説明しますね。何々しっぱなし、つまりすべきことがあるのにしないでそのままの状態にしておくことを言います。使い方はこんな感じ。例えば、電気つけっぱなしだよ。水を出しっぱなしにしないでよ。傘が置きっぱなしになってるよ。こんな感じで使います。日本人の若い人たちはよく話じゃなくて何々パだけを使います。例えば、電気をつけっぱだよ、水を出しっぱだよ、こんな感じで使います。みんなも使ってみてね。